じゃあ押さえてきます、ね、ありがとうございます。そしたらギューって締めて、横に一回締めて、はい、じゃあもう一回。せっかくだから可愛い感じですね。ありがとうございます。と可愛くです。おー。今回祖母の浴衣を持ってこさせていただいて着させていただいたんですけど、すごい難しいと思ってたんですけど、先生がすごい丁寧に教えてくださったので一人で着られるようになりました。皆様もぜひ一人で着られるようになるので体験しに来てください。楽しく和気あいあいとしたお教室です。皆様のお越しをお待ちしています。